三日月輝く6月初旬の朝、シロモッチは夏の磯釣りを紹介するため、はるばる愛媛県武者泊へとやってきました。大人気のエリアだけに、港にはあふれるような釣り人が。そんな中、ウニを選別するシロモッチを発見。18、19、今日は第2回目の遠征だわ。なくもなわる西海の武者泊ですわ。今日は夏の釣り次第やりますぜ。昨年は45センチ目指して1センチ足り、44センチやったんで、ここはやっぱりちょっと肩も大きい。まあ、45センチをクリアして、で、まあ、50センチで、まあ、木村さんに、まあ、60センチぐらいにしたいって言ってもらおう。多分いけると思う。ほんまですか？いける。で、何個も黙る、やっかん回りでブイブイ言われてあるから、じゃんけん勝てるかどうかやけど。グーじゃん。ほんでイサギもよう釣れてるから、うん、今日は1日通し釣りやから、イサギ釣ったり。今日も先生いてますんで、はい、お久しぶりです。久しぶりやない。まだまだ木村さんの季節にお邪魔させてもらって。いよいよ石垣本格かやない。昨年はまあ45センチを目指したんですけど、まあ1センチ足らずで、今回はちょっと45センチから50センチを狙おうかな。50やらない、はい、バチッと。僕はもう可能性大大ですか？大やね。もう例年いったら、まあ数も5枚10枚出るし、でその中に50センチも必ずおるね。うん、もうワクワクしてるもんね。ワクワクしてますか？むしゃぶるいしやるよ。テンションも上がってきましたね。やったよ、恋はちょっと要せんな。怖だ、要せんな。恋はちょっと恥ずかしいな、これ。シロモッチもさすがにこの人数では恥ずかしい様子。一番くじかなんか引いたらやるよ。磯の王者石鯛を狙っての楽鳥楽磯宣言。目指すは昨年の記録を超える45センチオーバー。武者泊を舞台に、シロモッチはどんな釣りを見せてくれるのか。果たして。午前5時20分、東の空が明るくなり始める中、シロモッチを乗せた船が出船。一体どんな兆候になるのか、心もワクワクたまりません。この日、シロモッチが向かったのは愛媛県西南端に位置する武者泊エリア。潮の流れも速く、魚影が濃いため、一年中釣り人が絶えない人気のエリアだ。もちろん石鯛の魚影も抜群。おのずと期待も高まります。ここはほんま大きいの釣れるから、今日はメインが石鯛、はい、サブがイサギ、運が良ければオナガ、木村さんが石鯛を釣った後に機嫌良かったらクエ釣りもやるって言った。おー豪華ですね。これ全部達成してん、これ DVD もんやで。まあそれもこれもじゃんけんにかかってますけどね。この右手に危ない。今日はどれで勝負しますか？ねえ、見やんねえ、それ。なあ、決めとかんとな。ちょっと練習でもしときますか。最初はグーからね。最初はグー、じゃんけんぽん。おお、いけた。もう一回ささげた。最初はグー。武者泊エリアの磯は、朝一にエリア内の渡船同士が集まり、船の代表者によるじゃんけんで磯選びの順番が決まるシステム。船の運命はシロモッチの腕にかかっています。いや、ほんま緊張してきた。別の恋だけの人ほんまに。ランデブーポイントへ近づき、ライバルの船が集まり始めました。いよいよ勝負の時間。シロモッチ頼みますよ。セグルで、セグルでセグルでセグルで、負けても文句言わんとってよ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでぽい、負けた。シロモッチまさかの一人負け。こんなところで勝負弱さを見せてしまいました。順番が最後になったため、シロモッチと木村さんは厄介回りのひな壇という磯へ上がることに。あのそこまではええ場所だからね。去年17番で行ったから。思っていた磯ではなかったようですが、この磯も実績がある人気のポイント。頑張るしかありません。武者泊は木村さん一番ええ時期は
ハイシーズン今ですよ。5月の中ぐらいから今が一番いいね。6月ですね、うん、大きいやつが早い時期に出る代わりに、うん、宝の数は残りがやっぱりあの走りやから少ないですからね。あ、四国の、まあ、西川だとやっぱり夜間がやっぱ一番多いです。この西海地方ではやっぱりもう、やっぱ一番もう超特急だからね。もう誰もが行きたいってやから。ここは下げ、今これこの当て状なんですけど、これ釣りやすいから今釣った方がいい、うん、今方がいいですか、うん、はい。ほんで上げに行かったらね、その潮が止まってちょろっと来る時は前もまだやれるんやけど、うん、潮が走りだとむちゃくちゃ速いから、あの角でね向こうへ行く潮と、うん、こっちへガーッと行く潮があるんで、ここは湧きますから。今この前でちょうどなんかあんまりベターって来てないもんね。雰囲気がええでしょ、この湧き潮があって。スケールが違う、うん、確かに違うけど、じゃんけんでベベ引くかやつ、波乱万丈やな。それを盛り返すんが白餅の力や。いいか、大丈夫、大丈夫。午前11時、引きの潮に変わり流れも若干変化。潮の変わり目は魚の食いが立つ時間帯。2人は気合を入れ直し仕掛けを投入し続けます。ピカピカ行くよ、ほら、いった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 、お、さすが木村さん、ヒット。潮の変わり目のチャンスを確実にヒットへ持ち込むあたりはさすがです。入った、潮か出てるな、出てるよな、うん、どう、重いは重いけどな、なかなか腹がかったもんな、一匹があったから、うん、でも一匹は一匹や、オッケー、石台やわ、石台、これ一匹は一匹やからな、うん、今度とりあえず一匹は一匹やからね。よっしゃ、41センチの石台、木村さんやりました。いいね、何もこんなこと渡しゃどういうこと。さらに、おお、よっしゃ、木村さん連続ヒット。ちょっと僕上げますね、絡むかな、入ったやろ、入った、おおおおおお、ここは耐えたからよかった。あげるよ、気が入ったやろ、あれが泡がズバッと合わせた人間ね。これで4匹目、あとはサイズアップだ。なかなか当たりがないため、もう一度赤貝餌にチェンジする白もっち。引っかかってくるやつは何でもいいの、ほい、全然なんか当たってきやられとんわ。その時でした。あれ、ついたの、なにこれ、なにこれ、あいつってもうたやんこお前、こわん友達ちゃうの。上がってきたのはハコフグ。お前そこもの友達やな、お前手を出てつないだろ、こいつ針と出てつないだ、テレテレしてる、うちりふりふり、うちりふり、あちかっちーよ、うちりふりふり、あちかっちーよ、こんなんしゃあるバイちゃうやん、あいば、ちょっとバイよ、医者呼んでこいよ、あ、うちりぷりぷり。午後1時、夕釣りに向け一旦終了。渡船へと乗り込み、そこから再び磯へと上がります。白もっちと木村さんが上がったのは厄関のなだれと呼ばれる磯、ここも実績が高いといいます。夕釣り突入なんですけども、ここは上門もそこもも有名な、どうやるの、そこもは結構ええんです、結構いいですよ、無邪止まりらしいね、これは潮が、うん、早いもんね、結
構実績は高いところですか。結構高いですよ。足場は悪いですが潮の流れもよく石鯛の気配は十分。2人は急いで仕掛けを投入。するとすぐに反応が。来たよ来たよ入るよ。いた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 。木村さんヒット。来た。今込みやからね。今度は白もっちの竿に当たりが。お。お。剥がした。今のいきそうだったでね。うわ剥がしてもかん。ああ何あかんの。舞い込めへん。まだ剥がした。おーしゃ。あーけけ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 け。手持ちがいいよ。手持ちがいい。手持ち手持ち。もうないわ。ちょっと待て。餌を交換するため竿を煽る白もっち。すると、あら、聞くんだか。これでもこれ石台違うやろ。分からへんで石台かもしれんよ。のこみやからまだいじっちゃうから。あらりゃ。姿を現したのは石垣台。おい、よしよし、もうかわいいかわいいかわいい。サイズは少し小さいが、これも底物師の本命魚。白もっちやりました、はい、なでかい石垣くん。今かなりいじらしかったですね。かなりいじがいいじいされた。なんか色的にはいい。なんか変に三の字来たんかな。まだ食うからね。まだ食うから。まだ食う、まだ食う、まだ食う。これ餌取り、これあんまりおらんのがわからんですよね。ジャミあんまりおらんでしょ。石垣の結構多いからね。この一匹で息を吹き返した白もっち。もう一度集中力を高め仕掛けを投入します。すると何やら竿に反応が。おおおおおおおうめえ。おいこ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 らいった白もっちやった。白もっち連続ヒット。この引きは間違いなく石鯛の引き。いった、白もっちやった。この木村さんのまたかかるんじゃん、これ。大きい大きい。40ぐらいある。40はあるぞ。おお、バチバチ上げるわ。おお。しましまっちが来たやがな。これはいいサイズだ。よっしゃ、ノルマ達成や。行くべ。どこいる。くら、でかいぞこれ。おい。40は楽勝。おい。おお、だだだだ。ちょっと。どう。やっぱり木村さん言うとあれよ。あの細いやつよ。行っちゃうんやろ。おっぱい。みんなやめとのからな。手前16メーターぐらい。疲れた。よう引くやろ。長ら早いから。何個嬉しいやんこれ。ちょっと これ超えとるから、こう見てんこう超えとるからよ、嬉しい。これちょっと痩せとったらちょっとな、ちょっと価値が、ちょっと王者の価値がないけど。気になるのはそのサイズ。あるやん、こう48センチあるやん。48ある。48。やった、やった。去年超えた、ありがとうございます。よかやった当初の目標、当初の目標はクリアや。48センチの見事な石鯛記録更新。白もっちもやるときゃやります。どう、
釣れますせ、僕でも釣れる。はい、これはセキリバサミ持ってるいうことは、やまなやまな50センチね。しましまし、あんこゴル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 言うたんか、ゴルゴル怒ったんか、まだかまだかこれもゴルゴル、いやいやいやって言うから、よし、まあとりあえずシェッキな感じ。あ、俺も赤か赤か今。あ、ギャルギャルギャル、磯の上はもうてんやわんや。木村さんもすぐにヒットへ持ち込みました。かなりの引き、これはでかいぞ。いや、やめて、僕は6本井戸だからな、今、ビジュッと。あ、これはええ方やわ。しかし上がってきたのは、あ、青や、ほらな、青ボン、ボンボン、のっこみボンボン、なんかな、締め込めんからな。なんと青ブダイ、重たいやないか。青ブ、いやがよ、お前、ちょっとやもさらに、あ、入った入った入った、入ったやろ、コインがでかい、コインがでかい、コインがでかい、何これ、石台違うやろこれ。いや、わからんで、ものすごい引き、一体何がかかったのか。こら、お前、わからんで、やめなさい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 、やめな